はい、ということで皆さんこんにちは、くちゃねと申します。よろしくお願いします。ということで、今日はいっぱいガシャ来ますね。ラストかな順番がかな、どういう順番撮ってるかわかんないですけども、僕の中ではラストなんですけども、ラストは、プレミアムシンデレラフェスとなっております。こちらですね、4周年記念 SS3 は2倍プレミアムカット開放、フェス限定アイドル1人確定、期間中一度のみ弾ける10連ガシャということでございまして、優勝スタージュールで弾ける、あれですね、あの去年で言うたらあれかな、あの限定アイドルがのみしか出ないなんか闇なめガシャみたいなのが去年あったと思うんですけども、まあ、それのフェス限バージョンかなということになっておりますと。で、フェス限ということで、確率は 6% かな、 6% の確率でフェス限の時の確率で弾けて、でなおかつ SS レアは全てあれですね、フェス限のアイドルが登場するということでございまして、まあ、その対象は、まあ、あれかな、そこまで広くはないかな、5年があれかな、チエリとかオトクラちゃんとかになってるので、ナオとかかなとなっておりますね。去年までの子たちかな、去年まで出てきたフェス限の子たちかなが入っているこちらのガシャでございますけれども、まあ、これはですね、あのプレミアムカットがですね、この1回しか弾けないね、プレミアムカットバージョン、この1回しか弾けないガシャは、出た SSL のフェス限は全員プレミアムカット状態で登場するということでございますので、まあ、僕的には、あの、アイリーのフェス限が、1人でも出てくれたら、僕はあのフェス限のアイリーをスタラ20にしたいと思ってるので、で、あと3個なんですよ、3個?3 人かな ?3 人なんですよ、今ね、スタランをね、20にするのにね。だから、スターレレスチケットあと3枚だなと思ってたので、まあ、ここで1人でも当たれば、バンバン剤だと。で、かつ、プレミアムカットが当たれば、プレミアムカットが出るので、絶対ね、プレミアムカット代も得するということでございますので、これは引くしかないだろうと。で、なおかつ、フェス限の、なんだ、ダンスかな?ダンスの、あれ、なんだ、ダンスの、チャームかなが僕持ってないので、その辺も当たったらいいのかなと思っております。まあ、そんな感じで、これをね引いていこうかなと思います。リーダーさんもね、あのガシャ引いてたんですよ、このガシャで、ね、早速ね、その辺は僕のツイッターで、ね、リツイートしてるので、それを、ね、見てもらえたら嬉しいかなとは思います。いや、これお得だよね、これマジでお得で、今回はね、今かかったんで出てないんですけども、2500円ですね、2500円じゃない、2000円か。2000円で2500ジュール分もらえるということで、買えるということでございますので、まあこれのために、これのために2000円で勧誘できますよっていう風なお得なこともやってるので、まあ、これはもう買いですね。まあこれも買いでしかないのでね、ぜひぜひね、買ってみましょう。これは買いですよ。これお得。マジでお得だと思います。まあね、早速行きましょうか。あ、そうか、ここに出るのか。はい、では行きまーす。まあ、せめて、二人は来てほしいかな。はい。絶対これ全然一人しか来てないやん、これ。今のローダー全然来てないやろ。マジで?うーわ。なえる。マジで?最後だけ?リーダーさんも、3枚くらい出てたで。ほんまに?6% ですぜ。一人だけってちょっとやだね。いやありがとうございます。プラチナメダルとなっております。ありがとうございます。いや、嬉しいよ。プラチナメダル。だから、なんだ?スターレッスンとチケット僕交換したいので、嬉しいんですけれども、違うんですよ。あと一人ぐらい来てほしいかな、せめて。いっぱいみんなガシャで出てるんで、まあ、僕もせめて SS レア二人ぐらい来るような感じで僕の中で思ったので、まあ、まさかのまず SS レアの確定枠しかないっていうことがちょっと僕的に苦しいかな。で、まあ、好きな嬉しいよ。まあ、被りであるので、プラチナメダルもゲットできるし、まあ、ファン数的にもね、10万人増えるのでね、嬉しいですけれども、うん、まあ、被るならアイリーが被ってくれた方が楽だったかなという、
3人分得になるのでね、僕的に楽だったのかなと思いますね。まあね、まあ、当たった、まあ当たること、まあ確定、特に何でもないっす。ということでございまして、まあぜひ皆さんもね、課金してみてはいかがでしょうかね。これね、優勝スタージュールだけなのでね、まあ課金してみてはいかがでしょうか。ということでございまして、まあ僕は、最低保証の一人だけでございました。ちょっとね、なかなかね、やっぱりこの、デレステをね、真面目にやればやるほどね、当たらなくなってくるっていうのはね、まあ、僕のね、中でもね、いつも通りだなと思っております。今月ね、結構僕真面目にやってたのでね、真面目にやればやるほどね、なかなかね、ガチャ運っていうのはね、ついてこなくなるもんだなと、ね、しみじみ感じました。ということで、ございまして、こんな感じで、今日の動画はこれで終わろうかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価。そしてね、まあ、ぜひぜひね、このガチャを勧誘した方は、結果報告をね、コメント欄で書いていただけると嬉しいかなと思います。それでは、バイチャ。